各員の配置完了しました。気を抜かずに任務に当たってください。ま、仕事だしな。さあ、お仕事お仕事。ここは何としても守り抜く。侵入を許すなよ。難しい任務ですので、ここであまり時間を費やさない方が賢明かと。自信がないか。Oh!
何とかしないと。まもなく解除されます。食い違え。
したいんだよ。やるな、ソーラ、メスだぞ。よし、荒神、ダウンしました。オラクル反応消失、すぐに起動準備に入りますね。強くなったら死なずに済んで何よりだ。買い物でも行こうかな。仕事が楽すぎると来るのが面倒になるな。とりあえず行くよ。といったところか。今回は余裕がありましたね。ひどいね。いいえ、生きている限りまた何度でもやり直せます。今までだってずっとそうでしたから。やがて雨が降る。あれ、あの雲、赤い赤い雨。全員シェルターまで戻れ、急げ。ジュリウスで最後。ああ、最後。ブラッドベータ、聞こえるか？状況を報告しろ。こちらブラッドベータ、敵残数1体です。中央部シェルターまで撤退しろ。赤い雨が来るぞ。了解、シェルターまで撤退します。雨は降り止まず、時計仕掛けの区別は来たるべき時まで。さあ早く。ブラッドは誘導を行いつつ警戒行動を取れ。いいな。やっと繋がった、コータさん。こちらコータ、周辺住民の護送が終わりそうだ。あとは人気兵に任せて退却する。眠り続ける。人気兵が止まった。こっちもだ。どうなってるんだ。クライアから緊急連絡、全ての人気兵が停止していきます。現時点で原因は不明。人もまた自然な循環の一部なら、人の作為もまたその一部。そして隊長、まだ一般市民の避難が。分かった、一般市民を連れて近くのシェルターに避難しろ。全員避難したか？名簿の照合急げ。あれ、北の集落の人たち、じいちゃんたちがいない。誰か聞こえるか？頼む。聞こえるぞ。どうした？ああ、助けてくれ。ノースゲート付近、白い荒神が。ああ、やはりあなたが王のための煮えだったのね、ロミオ。じいちゃん、ばあちゃん。中央シェルター、赤い雨が降り始めた。極東支部まで撤退するか。無理せずに雨宿りさせた方が。ジュリウス、ごめん、俺ちょっといてくる。オミオ、何してんだバカ。待て、俺が連れ戻す。副隊長とギルはここで荒神の侵入を食い止めてくれ。ロミオ、あなたはこの世界に新しい秩序をもたらすための礎。あなたのおかげでもう一つの歯車が回り始める。ああ、ロミオ、あなたの犠牲は世
世界を滑る王の名のもとに。きっと未来永劫語り継がれていくことでしょう。おやすみ、ロミオ。新しい秩序の中でまた会いましょう。ごめん、あいつ倒せなかったよ。あ、じいちゃんたちは。あ、無事だ。お前のおかげでな。そっか、よかった。なあジュリウス、ごめんな。ロミオ、それ以上喋るな。勝手に飛び出してみんなに迷惑かけて。いいんだ、それ以上喋らないでくれ。弱くてごめんな。ロミオ、行くな。目を開けてくれ。一人でも欠けたら意味がないんだ。だから頼む、行くな。
ロミオさんにちゃんと届いたかな。